皆さんこんにちは。この間ね、ちょっとね映画見てきたんですね。でまあその映画見てきたついでに売店によるとまあいろいろまあ映画のね品物売ってると思うんですけど、まあいろいろねありました。例えばね今だとハーロックのものだとかね、スタートレックだとかね、いろいろあったんですけど、まあね今実写版でやってるね科学忍者隊ガチャマンにね関する、まあものも売ってました。でね、どの映画にもね共通して言えたことはね、なんかね名刺ケースっていうかカードケースがね売ってあったんですよ。でまあ例えばねハーロックのやつだとドクロのマークがついて結構ねごついやつで1800円、結構高いですね。それからねスタートレックが1200円。そんな中でねまあねちょっともうちょっと安いやつないかなって思ったらねガッチャマンがね800円、まあそれでも800円しましたけども、一番安かったので買ってきました。それがねこれになります。はい、今日はねこれちょっと紹介したいと思います。はい、中身をね出してみました。ね他のね商品がねシルバーだとかね、まあそういった一般的な色に対してこのガッチャマンのやつだけね黒だったんですよ。でまあ安いのもあってねかっこいいんで、買ってきてみました。黒のボディにこのガッチャマンの G ね、ジジコモの G でもあるんでね共通点があります。はい、薄さはね結構薄いです。はい、もう何枚入るんでしょう、10枚ぐらい入ったらいいんじゃないですかね。それぐらいの薄さです。裏は特に何にもありません。はい、でね開けるとねちょっと分かりにくいですけど、まあ表がねちょっと浮き出しの G になってる分裏側がへこんでます。はい、こんな感じでね裏にね一枚タツノコプロで、ガッチャマン製作委員会というね字が入ってます。なんかねちょっと入れてみましょうか。例えばね、ヒューマンキューブさんのね名刺ねちょっと入れてみましょう。こんな感じで入ります。はい、1枚入りました。はい、2枚入りました。3枚入りました。はい、とりあえずね、4枚ほど入れてみるとこんな感じに名刺が収まります。4枚入れた感じでも結構余裕があるんで5枚、まあ10枚ぐらいは入るんだと思います。はい、こんな感じでね、結構ね黒色でかっこいいんじゃないですかね。これで、でもねこれで例えば会社で名刺交換するとね、なんか誰々どこどこ会社の誰々です、ああそうですか、よろしくお願いします、でこれ持ってるとねなんかね、実体なく忍び寄る白い影、ジジコモでございますなんてね、そんな感じになっちゃいますかね。はい、ということで、今日ご紹介したのは映画ね、実写版ガッチャマンの商品で、発売されてます、このカード入れというか名刺入れをご紹介しました。まだね映画やってますんでもしかしたら映画館にいるとあるかもしれません。ただ800円します。ちょっと高いです。興味あったら買ってみてください。それじゃあまた。